マスケットは1880年代にニュージーランドで供養されていたシュ母バ・オセアニアの歴史的名馬カービンの父として知られる。1867年、イギリスで生まれる。馬名はマスケット銃に由来しており、ソフロングボー父とキソフライト、コカービンに連なる軍事関連の命名である。生産者であるグラスゴー伯爵は、 生産馬の内を馬のほとんどと、貧馬であっても気に入らなければ射殺するという変わった性格の持ち主であった。マスケットも2歳の時に殺されそうになるが、長教師が除名懇願したために、すぐには殺されず、その後グラス号教自身の死去によって処分を免れたという。グラス号教の没後、マスケットは、 ピール教とジョージ・ペインの関在人に死に、譲渡されて競争馬となった。競争馬としてのエピソードなどは残されていないが、アスコット・ステークスやフライング・ダッチ・マン・ハンデ・キャップ、クイーン・アレクサンドラ・ステークスなど14戦9勝、スタミナに優れた馬であった。競争馬引退後に種ボバとなり、おおよそ6年間イギリスで強養された。とはいえ一流の成績でもなく、 父が微出血持ち、また母系が喉なり持ちだったこともあって人気は出なかった。生産者のグラスゴー教は、すでに亡くなってはいたが、同志の生産場を売らないという方針が遺言でも、残っていたため危うく処分されるところだったが、ニュージーランドのワイカトの強者から使いたいという要望が出たため、 関在人のペインは1878年に99年間500ポンドのリースという形で輸出された。イギリスに残された産区の中ではペトロニールがその後に活躍している。ニュージーランドに送られたマスケットはトマスモーリンが所有するグレート・オーチャード牧場につなぎようされた。最初は主に判決場の生産に使われていたが1883年に マルティーニ・ヘンリーが、ビクトリア・ダービーとメルボルンカップに優勝した。その後も、ノルディンフェルトやカービンを出し、シュボバとして成功していく。1885、1886、1888、1889、1890、1891の3シーズンは、オーストラリアの首位シュボバとなった。3区の中では、カービン、 トレントンが特にシュボバとして成功した。直系の子孫は1990年代に消滅したが、カービンがイギリスに残したスペアミントを通じて、後世のサラブレッドにもかなりの影響を残している。ありがとうございます。